皆さん、保険を、まあ、知ってる人ももう多いと思うんですけど、まあ、新八女さんが、あの、東洋で、あの、暴力を、ま、受けた。なんか、邪魔されたんだよね。で、まあ、警察沙汰になった。で、まあ、新八女さんも、こうやって、パンって跳ね返しちゃったから、まあ、喧嘩両成敗で、まあ、新八女さんの大好きなね、あの、若い金、時短金はなんか取れないんじゃないかなって、ま、感じはしますよね。で、あの、絡みに見たわけですよ。まあ、アーカイブですけどね、その、やった、あの、ドキュンっていうか、まあ、ドキュンって感じではないよね。 ちょっとなんかおかしい、なんか変なおじさんなんだか兄ちゃんなんだかよくわかんない人ですよね。いちゃもんつけて、まあ、最後なんか、新八さんもその、折れずに、まつ、なんか張り合ったから、まあ、最後手出しちゃったってことなんですけど、で、あの、やりとり見ると、あの、俺のこと知ってんのかって、まあ新八さん言ってましたよね。で、知ってるよって言って、で、分かってた上で、まあ新やちょう、新八町配信者って知ってる上で、あの、やったわけじゃないですか。 で、じゃあなんでやったかって、まあ、答えはもう簡単なんですよ。あの、シニアさんに嫉妬したんですよね。なんでかっていうとあの、グミさんと仲良く楽しく一緒に配信し,してたわけ,じゃわけじゃないですか。で、おそらくあのね、ドキュンさんは、多分ね、今、行くよくりょう師匠とか、多分ね、森久美子さんとか、まあそこら辺が多分ね、ストライクゾーンなのかなって思って、で、あの、東横にいても、ピエン系とか、まあ、地雷メイクの、 女とかしかいないじゃないですか。その中で、ふ、まあ、普段ね、この新月さん知ってるから、配信見てて、まあ、すごいさ、あの、まあ、かのちゃんだとか、カレンちゃんだとか、ね、まあ、外国からさ、まあ、あさみちゃんっていうダンサーまでさ、ね、招いてさ、仲良くしてるし、あのすごいなんか、女性にその困んない、不自由しない生活してるわけじゃないですか。配信外でも、あの、ね、出せない女の子とか、まあのぞみさんとか、多分知ってると思うんだよね。で、そうやってね、なんか、 たくさんの女に、その、アプローチして、まあ、楽しい思いしてんのに、で、一回、その、グミさんとは、その、喧嘩して別れたはずなのに、グミさんまで、あの、こうやってね、一緒に配信して、じゃあその後さ、もう、歌舞伎町でさ、ホテルとか、いっぱいあるわけじゃないですか。撮影終わったらね、グミさんと、ね、どんなことするんだよ、何するんだよって、多分、その気持ちが高ぶって、あの、もう、手出しちゃったのかなって思うんですよね。だから、 うん、おそらく多分グミさんがすごい好きだったと思います。まあ多分世の中にはいろんな人いますからね、そのまあそんだけないじゃんって思う人もいると思うんですけど、ピースの綾部とかウド続きとかはあのグミさんみたいな人が好きなんですよ。僕もあのグミさんはすごいあのあ、ね、女性としてはどうかわかんないですけどあの人間的にはね、とてもなんか知的でなんかしっかりしたね、なんかうん。 気高い女性に映りますよ。で、多分、あの、グミさんのことが、もう好きで好きでしょうがないのに、こうやって歌舞伎町で撮影していて、ね、あやくま、なんか、ワンチャンホテルとか、ね、そういう展開にね、配信会に、ね、なん、なんのが、すごい、もう、耐えられなかったんでしょうね。それで、あの、手出ちゃったのかなって。まあ、こればっかりはね、まあ、グミさんの色仕掛けと、まあ、男の差がですよね。まあね、こういうね、あの、 まあね、やっぱ男はバカなんですよね、まあ、俺も含めて、あの女性に対して,こうやって弱くてさ、もう、ね、それでなんか自分にチャンスがなくて、新夜中にチャンスがある、ね、ふざけんじゃないって、こうやってやっちゃったわけですよ、それね、おそらくね、ピースの綾部とかでも、まあ、同じようなことを <laughs> あのしてたんじゃないのかな、するんじゃないのかなと思いますね、だからお前にはたくさんね、女がいんのになおかつ、今日グミさんまで持ってくのかよって。 多分ね、もう気持ちを抑えられなくて、そのね、なんか理性よりも感情が先走って、まあなっちゃったのかなと思いますね。まあね、クミさんのね、あの、なんか弾力とかさ、なんかね、大人のなんか色気とかさ、本当にね、負けちゃうね、もう死に惹かれる男っていうのはね、世の中にね、あの、いるんですよ、そういう人が。ただ、多分その、やっちまった方は、まあそういうタイプだったのかなって、まあ僕は思います。以上です。どうもありがとうございました。